ロシア風あるいはアジア風は1889年から1890年にかけ世界的に流行した感染症。その後1895年にかけ何度も再流行を繰り返した。19世紀の最後の大流行であり、当時の世界人口15億人のうち約100万人が犠牲となったと考えられている。1889年の5月に、 ロシア帝国のブハラで最初に発生を確認。同月にはカナダのアサバスカやグリーンランドでも発生している。10月に入りサンクトペテルブルクで患者が発生すると、その後ヨーロッパ全域、アメリカ合衆国へとわずか4ヶ月で地球を一周した。拡大速度は非常に早く航空機の発達した後のパンデミックに匹敵するものだった。 日本では1890年に流行し、遅め風邪の俗称で呼ばれた。江戸の人気芝居、遅め、九章の遅めから取られたもので、遅めの侵入を防ぐといって、九章留守や、遅めごめんと書いた紙札が流行した。高齢者の致死率が異様に高い、神経症状が顕著に見られるなど、通常のインフルエンザパンデミックとは異なる点も見られた。 致死率は0.1から0.28%、あるいは1%ともされる。ウイルス学が未発達であったため、原因となったウイルスは特定されていない。当時病原菌として、インフルエンザ菌が分離されたが、後にこの菌が直接インフルエンザを起こすわけではないと分かり、否定された。その後は、H2N2 ア系あるいは、H3N8 ア系といった。 A 型インフルエンザウイルスのほか2005年にヒトコロナウイルスを送る43の可能性があると発表されている。またこれに関連して2019年に発生した新型コロナウイルス感染症と症状が似ていると主張する研究者も存在する。ありがとうございます。